前の力を見くびっていたようだ。人の身で創生の魔力を得た私とここまで戦えるとは驚いたぞ。だがな、どんなに強かろうとお前では私を滅ぼすことはできない。私に消し飛ばされるという運命だけなのさ。さあお別れだ。これまでアンルシアを守ってくれて感謝しているぞ。の魔力で作られた戒めから逃れただと。これ以上みんなを危険な目に遭わせるわけにはいかないわ。私も一緒に戦います。私たちが力を合わせればどんな敵にだって勝てるはず。これからが本当の戦いよ。お前たちが揃おうとも結果は変わらぬぞ。さあアンルシア、お前の勇者の力を私によこすがいい。持つ勇者の力をもらい受けるぞ。勝利を手に、いざクイーンアムハート。あれよこせ。
くします。Thank you.
まだだ。私は何としても勇者の力を手に入れるのだ。そのためならば何度でも立ち上がる。決して諦めはせぬぞ。倒しても倒しても立ち上がってくるなんて、このままでは。だけど私たちはここでくじけるわけにはいかないの。何度相手が立ち上がろうと、私たちで打ち倒しましょう。無駄だ。お前たちが何をしようと、私を滅ぼすことはできぬとしれ。創生の魔力より生み出せし、この闇の衣をまとった今、もはやお前たちの攻撃など通じはせぬ。我が力にひれ伏すがよい。なんてまがまがしい姿なの。私の勇者の力であの闇の衣を何とかしてみせれば。みんな行くわよ。気を引き締めましょう。Thank you.
前進です。なんということだ。創世の魔力をもってしても勇者の力には及ばぬというのか。やはり私ではダメだったということらしい。私は所詮作られた存在。本物の勇者になどなれるわけがなかったのさ。作られた存在？そうだ。私は勇者となってお前と入れ替わるため、この創世の渦から生み出された。大魔王マデサゴーラの手によってな。大魔王マデサゴーラ。だが私は勇者として覚醒できなかった。出来損ないの失敗作と蔑まれ、大魔王に見切りをつけられたのさ。それでも諦めきれなかった。私には勇者となる以外に生きている価値などないのだから。覚醒するために何でもやった。できることは全てだ。しかし何をしようと覚醒の時は訪れない。その時だ、お前が現れたのは。私の体は歓喜に打ち震えたよ。本物の勇者からその力を奪えばついに勇者になれると。その結果がこのざまさ。いいことを教えてやろう。大魔王に作られたのはこの私だけじゃない。この地に生きる者のすべてが、存在する者のすべてが、大魔王によって創世の渦の魔力で作り出されたものだ。偽りのレンダーシア。この地そのものが作られた存在であり、救われることのない呪われし世界なのさ。彼女も自分の運命に苦しんでいたのね。それにしてもこの世界の全てが作られたものだなんて。大魔王は一体何をしようとしているの？それにここが偽りのレンダーシアだとしたら、本当のレンダーシアは？この世界の秘密を知ったようですね。私はこの時を待っていました。真の勇者が目覚め、偽りの勇者を打ち滅ぼす、まさにこの時を。
あなたのいたレンダーシアが今どうなっているか、知る手段はここにあります。これはブレイブストーン。勇者が使ったならば次元の壁さえも越えて好きな場所に移動できるという秘跡です。それを使えば私たちは真のレンダーシアに帰れるんですか？その通り。偽りの勇者は覚醒を迎えた後にこの石を使って真のレンダーシアへと渡るつもりだったのでしょう。ですが今の戦いで石は割れてしまった。しばしの時がいただけるならこの私が直してみせますが、いかがです？お願いします。その石を使えるようにしてください。ではグランゼドーラ城の西の塔3階の姫の部屋でお待ちください。石が治り次第お届けに上がりましょう。聞いての通りよ。私たちは一旦グランゼドーラ城に戻りましょう。そして共に真のレンダーシアへ。